お袋と味噌汁かのような安心安定感。オッケー間に合った、危ねえ、見て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 、もうどんどん殴り待ち、どん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 、オッケー、この間にやれば、ちょっと待って、もうすぐ2レーたまった、最高、もう一発。せーの、へそともココナスです。今回はようやく100レベルになりましたので、片栗さん使っていきたいと思います。マジで嬉しい。毎日かけら交換と、特訓でかけら集めてたんで、ようやく使える日が来たということで、今回片栗さんでメタル3パターン、実質ね2パターンぐらいだと思うんですけど、やっていきたいと思います。片栗さんの特性が非常に良くて、ダメージカットも持っていて、かつね体力回復持ちということで、この時点で耐久力の鬼なんですけども、片栗さんはなんといってもまずこのスキル2がいいですよね。この真ん中ら辺に書いてある、クリティカルになりやすいっていうのが特性と最高に噛み合っていると思います。ってことで、この後試合動画ですので、ぜひ最後までご覧ください。僕は今後もバウンティーラッシュを通じて、少しでも楽しんでいただけたり、ためになる動画を配信できるように頑張っていきます。他にも動画投稿していますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。ちゅうことで、新八、はい、それではね、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回この片栗さんはカチカチメダルっていうことで、シュガーメダル、コラソンメダル、フジトラメダルでやってまいりましたと。はい、ということで、今回ですね、多分トータル3パターン、実質2パターンぐらいだと思うんですけども、3種類分ね、やっていって、で最後4試合目にその3個のうちのどれが個人的に良かったかなっていうのをやっていきますので、ぜひご覧ください。ということで、いきなりマム来た、しっかりと受けて、でもこのビリビリ中のマムにスキルに打つと、すぐに感電して中断されるんで、しっかりと、こうやってビリビリ終わった瞬間に OK、 しっかりここで決めていくと。ナイス強い強いで、本当に自チームにいれば相当ダメージカットできますので、片栗さん極力ね自チームで戦うことを意識していきましょう。ということで、あのマムさんは黒ひげさんにお願いして、多分すぐにやっつけてもらいますと。ということで、で唯一のこのカチカチの弱点、それは固定ダメージなんですけども、このマムさんじゃない、ナミさんのこのハイキックが固定ダメージでめちゃくちゃきついと。ただそれでもこれぐらいね、もう本当にコラソンじゃねえわ、全員名前間違えてくんだけど、この片栗さんの特性だけでこれぐらいね回復できたんで、めちゃくちゃ強いと。ということで、ここはもうナミさんとチームジョーラっていうところで戦っていきましょう。もうね、さすがにハイキック当たらないように、さえ気をつければ大丈夫。はい、これもう狙いすぎ、狙いすぎだねキザルさん登場していく。んで、ここ飛ばしといて、でもうほぼほぼ体力満タンすからね、肉食ってないのに、マジで片栗さん硬すぎ楽しいね。やっぱり100レベルでメダル3枚つけれるとなると、めちゃくちゃ楽しいですね。あれ、ナミさんどっか行っちゃうの、ナミさん僕と遊ばないのナミさん悲しい悲しいということで、ここみんな、とりあえずここの下の旗ね、下の段に味方誰もいないんで、僕ちょっとここにステイしておきたいんですけど、あっちのウルージさんのようにね裏取り対応できるように。あ、ナミさん戻ってきてくれた、ありがとうありがとうありがとうのパンチ連打、グッバーイ、またのお越しをお待ちしておりますということで、ナミさんしっかりと倒していって、ちゃっかり相手を倒すこともできるで、ちょっとこれ上まずそうなんで、援護行きたいけど、間に合うか否か、間に合わなかったんで、もう一回ちょっとごめんね遅くてごめんね、ちょっと歩くのはちょっとめちゃめちゃ遅いということで、もう一回真ん中も、あ、じゃあ下戻って、はい、ごめんなさい、ちょっと鼻水が出ている、吸ったんですけどいや、頑張っていきましょう。オッケー、ハンコクさん来た、はい、待って、あ、ここ回避、見た、しっかりとパンチング連打、あれ、あ、しまそういうこと、あ、そっか、ハンコクさん、そっか、攻撃されても石化効果不要あんだ、忘れていたが、しかし、でも全然効かない全然ダメージ効いてないですよね。で、結局、体力回復できたんで、プラマイゼロと。はい、黒ひげさん来てくれたのは、これどうしよう、あ、黒ひげさんちょ来てくれたんで、僕どうしようかな、こっからちょ上やばそうだね、白ひげじゃない、黒ひげさん上、あ、下来てくれたんで、ここ僕が上に守りに行きますよいと。はい、残り、あ、ちょおー、ナイスタイミングで来た、お勤めご苦労様でーすということで、なんとか3分間生き残って、旗もしっかりと死守することができました。続けてご覧ください、どうぞ。はい、続けてやっていきます、よろしくお願いいたします。今回メダルこちらでやってまいりました。ルッチメダル2枚、ジャブラメダル1枚ですね。で、ルッチメダル1枚だけね、ちょっと厳選できたんですけども、今回頑張ってやっていきましょう。で、なんでルッチメダルかっていうと、この片栗さんはスキル2が多段攻撃かつクリティカルが発生しやすいんですね。で、ルッチはクリティカルが発生するとスキル2をね短縮することができるっていうことで、どんどんこの片栗さんのスキル2を短縮していって回転させていきましょうっていう、本当にめちゃくちゃ最強の組み合わせとなっております。本当にね、もうマジで強すぎて、もうベジータとブルマ、で餃子とビール、お袋と味噌汁かのような安心安定感、残切り待ち
まあ普通に透かしてったんですけども、あ、しまった真ん中取られてしまった。今のはめちゃくちゃ反省点だってこれ守る、ルッチをしっかりと守っていく。今のはわざわざ、まあ、僕が残機で持ちをする必要はなかったということで非常に反省しておりますということで、これ絶対無敵くる。あー、もう回避間に合わなかった。今のはもうでも自チームじゃなかったらある程度ダメージは食らうということで、まあでもただこっから、はい、一発は OK、 一発回避誘う、ここ、はい、OK、 これでもうスキル、スキルにもう 50% ほぼほぼ半分溜まってって、かつ体力も満タンということで最強すぎる。お稽古鍵誘ってからザキドアブラちゃん、何をしてくれちょんねんということで、まあ落ち着いて頑張って今回もねやっていきたいと思います。よろしくお願いいたしますと。はい、でまあここちょ破綻とりあえず自チームにしてほしい、自チームにしてほしい。ここまでこのひるみ片栗さんなんかすげえ体滑らかということで、まあとりあえず自チームにさえしてくれれば、はい、もうこのようにあとはどん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 スキル2をもうぶっぱして体力回復して、もう一回スキル2をね回していくだけなんで、うん、多分3分間守りきれると思いますが、まあ頑張っていきましょう。オッケー、これ見てる、スキル2ほら、まあほぼほぼね、まあクリティカルの発生率っていうのはちょっと乱数だとは思うんですけども、まあほぼほぼ 50% はね短縮できるんで、これ待って、届け OK 声が出なかった、はい、まあ、こっちの声が出なかったんですけども、まあ頑張ってやっていきましょう。で上はまあ上ちょっとお願いしちゃっていいですかね、ちょっと下誰もいなくなっちゃうんで OK。 レイリーさんで、レイリーさんもそんなダメージ食らわないと、はい、うーん、一発当てて回避誘う、 OK。 これでどんどこどんと強すぎ。あ、ちなみにサポートグランドラインとゾーン系つけておりますんで、同属性のこれ避けて危ない、ダメージはそんなある程度カットすることができますと。OK 全然効かない、もう全然効かない、全然効かない。この食らった分はスキル2でもっとあの回復すればいいだけなんで、はい、かつ残機に持ちもたまりましたと。う、打っちゃう、打っちゃうよ、残機に持ち打っちゃうよっていうことでどんでけいで、これね、あの片栗さんスキルどっちも吹っ飛ばしがあるのが強いですよね。うん、なんでまあ3分間耐えれるか分かんないけど、はい、ここ回避見たー、ドド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 ンと。しっかりと形容してって、でそれきついんだって、それが黒ひげさんがきついんだって、黒ひげさんがちょっと正直めちゃくちゃきつい。だがしかし、まあこうやってね、もう多分ここの旗上大丈夫かな僕の旗は多分守りきれると思うんですけど、でも吹っ飛ばしがやっぱあるんで、おかげさまで旗を守りきることができたと。いや、このメダルの組み合わせマジ強い。はい、それでね、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたしますと。いや、片栗さん100レベルになったのマジで嬉すぎる、マジで楽しみ。であそこの黒ひげさん全然動かない、おそらく BOT かということで、3人で頑張っていきましょうということで、まあ、ハイラルメダルを3枚つけれることになりました。今回メダルこちらでやってまいりました。ジャブラ2枚ルッチメダルですね。でこのジャブラはクリティカルが発生すると体力回復できて、ルッチはスキル2を短縮することができます。はい、ということで片栗さんスキル2にクリティカル発生しやすいんで、まあ、これ相まって、まあ、ほぼほぼね、ちゃんと当たれさえすれば体力全回復できると思いますので、そういったところにお見せできたらなと思います。ということで頑張っていきましょう。ルッチ、おー、レイリーさん待って、ただこれ見て、はよ、どん強今あの ほんのちょっとしか当たってないのにもかかわらず体力めちゃくちゃ回復できたんで、マジで強すぎるっていうか、残機の持ちで吹っ飛ばしていく。いや、最高に楽しいんですけど、これメダル3枚つけれるっていうのはマジで脅威ですね、片栗さん。ということで、まあちょっとあっち取られちゃったんですけども、んー、まあでも僕もこっち取れて、相手カチカチディフェンダーが相手の虹を取れたのはだいぶねでかいと思います。で、まあ、言うても相手はディフェンダーがいないんで、おそらく、まあ、味方さんがいつか取ってくれるであろうと信じて、まあ、言うてもこっちディフェンダーばっかり、まあ、頑張っていきましょうと。はい、でマムさん頑張れマムさん、ボコボコにやれてるマムさん、頑張ってほしいやられてしまった、任せろ。これジャスト回避に使ってって、これはい、ドド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 ンキードンキーホーテ、ちゃっかり相手ゴロゴロメダル片栗さんのね弱点は、まあ、固定ダメージとゴロゴロメダルなんですけどもそのうちのゴロゴロメダルを引いていってしまった。これはちょっときつい勝負になりそう待って、自チームにとりあえず戻る。んーで、待てちょっと待って、なんかアングルおかしい、待って、お前一発までゴロゴロ引いてちょっと待って待って、集中して待って、地獄のようなボコられ方待ってやばいちょっと、いや地獄すぎるんだけど、ただこの耐久力、片栗さんのこの耐久力を見てほしい。で、ちょっと待ってスキル2打ちでスキル2落としてほしい。 OK 間に合った、危ねえ、見てもっとほぼ OK、 ほぼ全回復。この耐久力、片栗さんどうでしょうか強あんなにボコボコにやられてて、めちゃめちゃ劣勢の状況だったのにもかかわらずひたすらに耐久して、結局挙句の果ては体力を満タンにすることができるそしてこのスキル2の回転率という、黒ひげさんもびっくりしてるだろうねということで
強すぎる。マジで強すぎないかい、片栗さん。楽しすぎる。でも、たとえ、この、オッケー、おー、どすこい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 。あぶねえ。なんか知らんけど、くるぎさんの無敵を、片栗さんのスキルにどすこいで、押し出して回避することができますよ。で、これも避けて一発のやつ。あれ、止めていく。ちょ、回避、オッケー、斬切り持ちを決めていく。あ、ちょっと待って、これはちょっと、回避することはできないで、なんとか、めちゃくちゃ、試合は負けたけども、このね、旗を守り切った耐久力えぐい。はい、それではね、最後の試合やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、まあ前3試合やっていったんですけども、最終的にね、良かったメダルはこちらになります。まあ、ルッチメダル2枚のジャブラ1枚ですね。まあ本当に、まあ、ルッチメダル2枚あるともう全然安定感が違います。っていうのもやっぱりね、このスキル2の溜まりがめちゃくちゃ早いんですよね。なんで今回もスキル2をね、どん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 回してやっていきたいと思います。取り切ってるからのこれでドンスキルな、お曲のアグリマチアグリマチ見て、取り一発にスキル2を当てただけでもうほぼほぼ半分もね、溜まるということで、こいつら全員吹っ飛ばしたいと。 OK 任せろ。ここで斬切り持ち、 OK ナイス。んで、エネルさん完全怖いんで、まぁ、ちょっとこの特性エリアに合わせてジャスト回避で入る殴り持ち、ドン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 。 OK、 この間にやれば、ちょっと待って、もうスキル2で溜まった、最高。もう一発、めっちゃ無視されてる、めっちゃ無視されてる、すんごい無視されてるということで、あ、もう一回ね、溜め直していきましょう。うん、まあ、今みたいに特性エリアにしっかりとジャスト回避、ちょっと危ない、ナイス、ウルージさんの今のナイス、エネルに特性エリア張らせなかったのはナイスで、まあしっかりと特性エリアに合わせてジャスト回避で入って、その無敵、ちょっとシャンクスさんカウンター警戒、無敵間にスキル2さえ当てとけば、まあ、ゴロゴロのね、感電率を抑えることができますので、っていう説明してる間に、どんだけ俺がやられたら気が済むと思ってた、お前しっかりとジャブって、シャンクスさんカウンター怖い、ちょっとボクしょうがないまあしょうがないしょうがないしょうがない、頑張って説明説明してる間にいろいろ毎回毎回出来事起こりすぎ、オッケースーパーサイジンしっかりとゲットしていって、ここは殴り待ち、当たれ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 、しっかりともう自分があったかも片栗さんになりきったような誤風だったんです。これマムさん絶対関連くるんで、しっかりとジャスト回避合わせるからの、これも無敵時間中に殴り持ちを当てていく。うん、まあでもこれ関連だったんですけども、マムさんもちょっとだけねピヨピヨできたんで、まあそれでね、相手の関連時間を少しでも無駄にできたらオールオッケーかなとか思いつつ、待って待って待って、演出方演出方、急い急い、マムでかすぎて見えない、お前ら全員太ったけ、ドド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 ンキーホーテードンキーホーテー強くないこれ、待って、もうほぼほぼまた溜まっているスキルにやばすぎ、マジで強い。んーで、これマルコだけちょっと一発当ててからの殴り待ち、やばい、ちょっと当たってないわ、あ、待って、裏取りった裏取り、あ、ちょっと待って、ここお願いしていいかな、裏取り僕いきます、オッケー、マルコお前には通らせないよ、い話せ話せよ、いで、これはまあちょっと食らっていいですね、シンプルに食らって、よいよいよいの方がちょっとダメージきついんで、ブースト中だと、まあ、これシンプルに、おい逃げるのかい、逃げるの、お前はきつい、お前は聞いてない、お前やばいやばいやばい、それやばい、お前話聞いてない、お前やばいやばい、これ取られる、待って待って、これ待って、殴り持ち、殴り持ちじゃないわ、斬切り持ち、間に合う間に合う間に合わない、おやべえ、マジでごめんなさい、お、みょうこさん強すぎる、これ取れる、赤さ僕も来た、待って頑張れ頑張れ、手離せ、ちょっと待って待って待って、やばいやばいやばい、お前らお前ら飛んでけ、お前ら飛んでけ飛んでけ、オッケーオッケーオッケー、取れる、間に合う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 、よく最後デッドヒート、よかった、はい、いかがだったでしょうか、やばくないですか、マジで耐久力がすごくて3分間生き残れる可能性がめっちゃ高いんですよね。そもそもデフォルトですごいのに、今メダルでね、さらに補う、今回はカチカチ系メダルルッチジャブラの編成で、まあ、挑みましたが、本当に安定感が増しました。ゴロゴロメダルとかが正直きつい部分が、まあ、あるんですけど、それでもね、ディフェンダートップクラスのキャラだと思います。ということで本日の動画は以上になります。僕は今後もバウンティーラッシュを通じて少しでも楽しんでいただけたり、ためになる動画を配信できるように頑張っていきます。なのでチャンネル登録、高評価などめちゃくちゃモチベーションとつながりますので、ぜひお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。